ジョン・ウィン・スロップは17世紀にピューリタンを新世界に導いた政治家である。1629年にマサチューセッツ湾植民地に加わり、1630年4月8日に最初の知事に選ばれた。1639年から1648年の間に投票で知事を辞めさせられたこともあったが、再選もされ、全部で12回選ばれた。 政治家として尊敬される人物であるが、1634年に議会を作った時の頑固さでは批判された。ウィンスロップはイングランドのサフォーク州エドワードストーンでアダム・ウィンスロップとその妻アン・ブラウンの息子として生まれた。祖父のアダムは16世紀初頭に農業を離れ、織物職人となり成功した人物で、サフォークのグロトン小園を購入するほど裕福になり、 紋章も得た地元の名士であった。ジョンは、グロトン荘園で不自由なく成長した。15歳の時に、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに2年間通い、研修を積み、グレーズインで法律を学び、1620年に、ロンドンの地区裁判所で弁護士になった。極端に信仰心が厚く、イングランド国教会は、カトリックの儀礼を取り去らねばならないというピューリタンの、 心情を熱心に信奉した。神が異んであるイングランドを裁くと確信し、イギリスのピューリタンは、神の怒りの時に備えて安全でいられるところへ、逃げ場を求める必要があると信じた。1629年初頭の時点で、ウィンスロップ家と親しいピューリタン商人たちが、ニューイングランド会社を作って、植民事業に手を染めていたが、3月4日、直興を得て、 マサチューセッツワン会社に改名した。チャールズ一世は植民地がアメリカに対する商業的陶器以上のものであることに明らかに気づいていなかった。しかし、1629年3月4日、ウィンスロップはピューリタンの裕福な友人たちと共にケンブリッジ同意書に署名した。これは次の公海に乗船し、ニューイングランドで 新しいピューリタンの植民地を建設することを誓うものであった。植民地の土地はアメリカ州の先住民族から取り上げるものであり、ウィンスロップの言い訳に従えば、先住民族はその土地を支配しているのでもなければ、それに対する公民権も持っていないということだった。去る1624年にジェームス一世は、 チェサピークワンのバージュニア会社の特許を無効とし、植民地議会を解散して、職人監督の支配下に置いた。このことで、ウィンスロップは、ピューリタン共同体の計画を進めても意味がないように思わされた。しかし1629年7月、直許には会社の所在地についての規定がないことが分かった。通常、植民会社の役員は本国に泊まり、 王の監視下に置かれていた。ウィンスロップは会社を丸ごと新大陸に移動すれば、ピューリタンとしての精神的実験のための独立は保証されると感じた。ウィンスロップは400ポンドを当時アーベラ号で出港した。この船名はアイザック・ジョンソンの妻であり、第三代リンカーン伯爵トマス・クリントンの娘の名にちなむものだった。 ウィンスロップはイングランドにいた時から若いジョンソンと付き合いがあり、ジョンソン家で多くの時を過ごしていた。ボストン地区の最初のイギリス人、ブラックストーンは子供の時にアイザックの親友であり同じ学校に通った。アイザックの祖母、レディ・チャタートンは禁帝約聖書を翻訳した者の,の娘であり、ジョンソン家はイングランドに二つの学校を所有していた。そのうちの一つは、 今でも学校として使われている。アイザック・ジョンソンの家系は、イングランドのノルマン征服に遡り、フランスのルーアンのジョンソン家の出であり、またさらに古く968年難、イングランド征服の時のウィリアム一世にもつながっていた。ロンドンヘイラルド・オブ・アームズによれば、ジョンソン家は4度の十字軍に参加し、リチャード自死神皇と共に戦った。 ウィンスロップはアイザックが死んだ時に7万5千、ボンド以上に上る遺産の兼任に当たった。アイザックの弟、ジェームズ・ジョンソン大尉が1635年に到着したが、アイザックの遺産に対する権利を否定された。トマス・ラドリーたちの助けにより、ウィンスロップはこの資産を管理し、30年以上もその管理料を取り続けた。多くの文書が不思議なやり方で廃棄された。 その文書は、ボストン創設者によって保管されていた、最後の審判の日の記録の一部だった。ウィンスロップたちは、ジョンソンの妻を密通罪で告発し、首に縄をつけて公師台に乗せた。これは彼女を出て行かせるためだった。ジェームズ・ジョンソン大尉の唯一の罪は、自宅で、アンハッチンソンと彼の妻が一緒に、聖書の研究をさせたことだった。 ハッチンソンは、イングランドのリンカーンシャーから、レディアーベラと共にやってきた、キリスト教信仰を持つ善良なる夫人であった。ジョンソンの父エイブラハムが、ロンドンの王立高等法院に、遺産の相続請求をした。アイザック・ジョンソンと妻のアーベラは、ボストン市、トレモント・ストリートの所有地、現在のキングズ・チャペルに埋葬された。ナサニエル・ホーソンの、ひもじ第一章に、 アイザック・ジョンソンに関する記述がある。ウィンスロップはその事業である造船所を運営する目的で重木を危険にさらしたことがあった。曰く彼らは水を正常にしていなかった。ウィンスロップがボストンに呼び立てられる前に多くの者が死んだ。ウィンスロップは密通で告訴されたメアリー・ラザムとジェームズ・ブリトンの公主刑に立ち会ったが、 ウィンスロップ自身もその家からあまり離れていない、見捨てられた、開拓地で、インディアンの女と開校したことを認めた。多くの男たちが、一晩中ウィンスロップを探し求めたが、家から遠く離れたところにいる彼を見つけ、大変奇妙な話で弁解することになった。ウィンスロップは1629年に、イギリスを出発する前に植民地知事に選ばれており、以降も何度も選ばれた。 知事としては、ピューリタンの中でも、過激的要素がなく、異端による経営の執行の数を最小にしようとし、多くのピューリタンが支持する婦人のベールのような、保守的習慣を押し付けることを阻止しようとした。ピューリタンの信者仲間と同様に、均一の原理に基づく、信仰のあるキリスト教社会を作ることに努めた。 1638年に異端審問を行ってアン・ハッチンソンを植民地から追放したのもこの理由だった。この審問の時、ハッチンソンをアメリカのイゼベルと呼んだ。植民地の周りの奥地にいる先住民族については彼らがキリスト教徒ではないので神がそこに病気を送り込んで倒れてしまったと信じてもいた。これらの地域に 先住民族がいなければ、神が追求した。300マイルという空間でその大半は天然島で一掃されてしまい、その金はまだ残っている。神はそうすることで我らにこの土地の権利を与えた。この地域に残っているものは高々かか50名に過ぎず、我らの保護下にある。ウィンスロップは1605年4月16日、エセックス州グレートスタンブリッジで、 最初の妻メアリー・フォースと結婚した。メアリーとの間には6人の子供が生まれ、1615年6月にメアリーが死んだ。2番目の妻、トマシン、クロプターとは1615年12月6日、サフォーク州グロートンで結婚した。トマシンは、翌1616 16年12月8日に死んだ。 1618年4月29日、エセックス州グレートメープルステッドで、ジョン・ティンダール卿とアンナ・イーガートン夫妻の娘、マーガレット・ティンダルと3度目の結婚をした。マーガレットとの間には、ニューイングランドに移民する前に6人の子が生まれた。最初に、アーベラ号に乗ったのは、ウィンスロップと3人の息子、8人の重木であり、妻は1631年のライアン号で渡った。 所有していた小さな荘園は残してきた。娘の一人がライアン号で航海中に死んだ。ニューイングランドに来てから二人の子供が生まれた。マーガレットは1647年6月14日にボストンで死んだ。四人目の妻はマーサ・レインズボロであった。マーサはトマス・コイトモアの未亡人であり、有名な平等主義者、トマスとウィリアムの兄弟の妹だった。 結婚したのは1647年12月20日より後であり、二人の間では唯一の子供が1648年に生まれる間のことだった。ウィンスロップは老衰で死んだ。最初の妻メアリーとの間に生まれた息子、ジョン・ウィンスロップ・ヤンガーが後にコネチカットの知事になった。ジョン・ウィンスロップ・ウィンスロップはその丘の上の町の説教で最も有名である。 丘の上の町という台が有名になっているが、実際の台は、キリスト教愛のモデルであった。この説教で、新世界に移民してきたピューリタン植民者は、神との間に神聖なる社会を作るという特別の、名役の一部であると宣伝した。この説教は、アメリカ例外主義の概念の先駆けと見られることがある。この説教は、止める者は貧しい者の面倒を見る神聖な義務が、 あるとしたことでも知られている。しかし、最近の歴史研究で、この説教は、当時あまり注目を集めなかったという。この考え方を初めて伝えたというよりも、当時のピューリタンが広く信じていたことを、単に繰り返したということである。文章は、実際に19世紀まで印刷されることなく、それ以前は原稿を回覧することで知れ渡った。ウィンスロップは、 国王陛下に忠実な親民の経験なる依頼を出版した。これは移民がイギリスから物理的に離れていることを弁護し、王室とイングランドの境界に対する忠誠を再確認するものであった。この作品は1696年にジョシュア・スコットーの編集で再出版されたマゾチュサッツ、オワザ・ファースト・プランターズ・オブ・ニュー、イングランド。 ザエンドアンドマナーオブ n ア r of the coming to t h イ and aboard t 現代アメリカの政治家、例えば、ロナルド・レーガンは発想源として、ウィンスロップを引用し続けている。しかし、ウィンスロップを褒める者は、その頑固な反民主主義的傾向に注意を向けていない。例えば、もし我々が混合した、貴族政治から、単なる民主制に変えたとしたら、 そのために聖書に根拠を求められない。イスラエルにそのような政府はなかった。民主制は文明国の間で最も魚しがたい最悪の政府形態である。それを許すのは第五の戒律に対する明らかな違反であるとも言っている。ウィンスロップはピクオート戦争が起こった時の知事ではなかった。その原因に間接的な責任があるだけだった。 生き残ったインディアンを奴隷としてバハマに売るという決定は社会的な反応であり個人で選択したことではなかった。マサチューセッツ州ウィンスロップの街はウィンスロップにちなんで名付けられた。ハーバード大学にあるウィンスロップハウスもそうだがハーバード大学の学長を短期間務めたジョン・ウィンスロップの名前でもある。ジョン・ウィンスロップの子孫は今日無数にいる。 例えば、マサチューセッツ州選出上院議員ジョン・ケリーや元大統領ジョージ・ W ・ブッシュである。ワシントン DC ・アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションには、マサチューセッツ州を代表するものとして、ウィンスロップの大理石像が置かれている。ありがとうございます。